はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリダイブを始めていきましょう。まだ上がれない。モデルは楽しいよ。ファンの子みんな応援してくれるし。こうして誰かと一緒に暮らせるのもあいつやみんなのおかげ。でもまだまだだろうな。これがあるからな。お、残り1体になった。一騎打ち勝った。この結果は予測しています。嘘、4万台の相手と戦うことになるのか。ダンジョン、ハードモードだからな。張り切っていきましょう。未来を見せてやれ。パワーディフェンスみたいになってんな。
オッケー、順調に進んでる。お兄ちゃん、見ててくれましたか？いただくですよ。未来を見せてやれ。追いかけてるなぁ。勝ちました。勝利は確かにいただいたです。もっとここで。じゃあランクアップです。そしてマナを使って購入。ん？これ話なのか？私のやってることとかこの格好とかどっか正義の味方っぽいと思ってるな。甘い甘い。平和な世界にならないと悪党は輝かないだろ。キサラークは5位になりました。一回では簡単に倒せないですからね。削り始めたけど。あ、でも勝てるかも。どんどん削ってます。すごい。スモブループラッシュ。
さあどうだ、水もこちらもだんだん焼いていっている。残り2人になってしまった。あー厳しいな、わずかに及ばず。もう一回戦えないの？倒した。お兄ちゃんのためだもん、楽勝ですよ。ヘビハードはまあ無理やろうから、何枚なのか。諸君、特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。いつか諸君と共に天下統一するです。それがニノンの夢なのです。おっと、虹が出た。最高の一杯を楽しみましょう。
リルンが諸君に特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。さあ、クエストですが、ミニクエストやっていきましょう。そうなんだ。2階何がある？やっぱり気になりますね。何が？私は何も悪巧みとかはしてないわよ。あんたたちと同じギルドの仲間よ。そうでしょ、コロスケ。すみません、キャル様。何度も言っておりますが、コロスケと呼ぶのをやめていただけると、近頃主様まで真似して私をコロスケと呼ぶことがあるのですよ。もっとちゃんと愛情を込めてコッコロと呼んでいただきたい。話がそれてません。何が気になるんですか、コッコロちゃん。はい、私たちエルフは種族的に聴力が優れているのですけれど、どうも上の階から不穏な物音が聞こえてくる気がするのですよ。怪物のうなり声のような。私の気のせいでしょうか。気になるなら見に行ってみる。ダメですよ、キャルちゃん。上の階は使用禁止ってギルド管理協会のカリンさんに言われてるでしょ。あいつも微妙に隠し事をしてるみたいで、ちょっと引っかかってるのよね。他のことだったら手厚く対応してくれるのに、なぜか頑なに上の階には行かせたがらないし、これは何かがある気がするわ。上の階に調べてみましょうよ。何も問題がなさそうだったら2階もたまり場として活用できるし、1階はもうだいぶ手狭になってきちゃったしさ、上の階が使えるようになれば便利じゃない。それはそうですけど、ちゃんとカリンさんに許可を取らないといけませんよ。規則違反をしたらこのギルドハウスから追い出されちゃうかも。ちょっと様子を見るだけよ。後で謝れば許してくれるんじゃないの。カリンってお人よしみたいだしさ。いい人だからこそ迷惑をかけちゃダメですよ。いいでしょう、責任は私が取るわ。カリンのやつちょうど買い出しに行ってて不在だしね。今のうちに気になる疑問点をとことん潰してやりましょう。実際確かに上の階から不穏な魔力を感じるのよね。落ち着かないし不安になるわ。私の縄張りに自分の把握してない部分があるのって我慢できないのよ。ん？2階への階段結構強力に封鎖されてるわね。でも私の手にかかればこの程度の封印お茶の子さいさいで突破できるのよ。よろしいのではないでしょうか。どうも
主様を中心にして何か途方もなく恐ろしい陰謀が巡らされているようですし、いな、どうやらそれが主様の抱えておられる運命でございます。だからこそ不安の種は早めに取り除いておくべきかと。因縁に絡め取られ大事なものを失ってから後悔しても遅いのです。私はそう思います。キャラ様、封印の解除を手伝います。これでも手先は器用なのですよ。ああ、コッコロちゃんまで。これで私ばっかり真面目ぶって手を汚さないのは不人情でしょうか。同じギルドの仲間です。一蓮托生ですもんね。どうしましょう。確かに上の階は気になりますし、私たちもキャルちゃんたちに協力して。皆さん、何をしてらっしゃるのでしょう。カリー帰ってきたのね。違うのよ。ちょっと上の階から変な物音がしたから気になっちゃって。まあ当然の疑問でしょうけど、あまり勝手な行動をされては困ります。せめて私に相談してくださいね。別に怒ったりしませんし、気持ちはわかりますから。私も上司に厳しく念押しされていて詳しく説明できなかったんですけど、上の階はちょっと危険なんです。そもそもこの建物はもともと誰のものでもない空き家だったんですけど、だからこそこれ幸いにと国が接収して私たちギルド管理協会に貸しされたんですよ。ちなみに上の階へつながる階段に施された封印は私たちがこの建物を管理し始めた頃から存在しました。何のための封印なのか、上の階に何が隠されているのかは正直私たちにもわからないんです。封印にさえ触らなければ特に不都合はないんですけどね。そういうちょっと怪しげな物件でしたので、皆さんのような素性の知れないギルドに貸し与えられたわけです。ああ、やけに豪華な建物だと思ったら、やっぱりいわくつきの物件だったんですね。おいしい話には裏がありますよね。わかります。黙っていて申し訳ありません。最初からちゃんと説明しておけばよかったですね。ただ皆さんが信用できる相手かどうか分かりませんでしたので、檻を見てそのうち話すつもりではいたんですけど。仕方ないですよ。カリンさんは公務員ですもん。上司のお国の意向には逆らえないでしょう。今ちゃんと説明してくれただけでありがたい話ですよ。ご理解いただけて幸いです。だからその大変恐縮ですが、本当に封印には手を触れないでくださいね。凶悪な魔物とかが封じられてる可能性がありますし。あ、ごめん、もう遅いわ。封印とっくにサクッと解除しちゃったから。ねえ、無駄に手際がいい。気をつけてくださいね、キャルちゃん。危険な魔物が飛び出してくるかも。いや、見た感じ魔物なんかいないわよ。っていうか2階めぼしいものが何もないわ。ガランドって感じ。え、そんなはずは。すみません、私にも拝見させてください。本当ですね。経年劣化して汚れてはいますけど、単なる空き部屋に見えます。もちろん封じられていた凶悪な魔物みたいなのもいませんね。ふむ、じゃあなんで封印されていたんでしょう。あ、ご覧ください、壁に魔法陣が書かれておりますよ。これは空間転移の魔法陣ね。遠くへ一瞬で移動するための。
軍事利用でもされたら危険すぎるからって国際条約で使用を禁止されてるはずの魔法よ。ダメね、一回こっきりの使い切りの魔法陣みたい。一度発動してカイロが誘拐してる。魔力を注いでも起動しないわ。どこに繋がってるかも分かんない。もはやこれ単なる壁の落書きね。ふむ、ここに封じられていた魔物か何かがその空間転移の魔法とやらを用いて脱出したと推測できます。生活の痕跡などはありますし、ここに何かがいたのは確実ですが、もう遠い昔に立ち去ってしまったのでしょう。ふーん、拍子抜けね。ギルド管理協会もいい面の皮じゃないの。ずっと空っぽの箱をビクビクしながら過剰に警戒してたのね。まあ危険な魔物がいなかったならそれはそれで結構なことですよ。見た感じあちこち補修すれば普通に部屋として使えそうですし、業者を呼んで工事してもらって1階と同様に便利に活用できるように取り計らいますね。皆さんを不安にさせてしまったお詫びに、工事の費用などはギルド管理協会が負担しますので。あら、気前がいいじゃない。うんうん、不安もなくなったし2階も開放されて結果オーライってやつよね。めでたしめでたし。ふと疑問に思ったんですけど、2階が何もない空き部屋だったならどうして上の階から不穏な物音がしたんでしょう。3階ですね。あ、3階につながる階段にも封印が施されておりますよ。そして物音がするということは3階はおそらく空き部屋ではありませんね。2階に封印されていたのと同じような何かが今でも3階には居座ってる可能性が高いってことね。ふん、3階に封印されているのが2階に封印されていた何かと同程度かそれ以上の存在ならちょっとまずいかもね。空間転移は禁術、高等魔法よ。魔法陣をかけたってことは知性の高い強力な魔物か何かかも。うっかり怒らせたら小さな村ぐらい滅ぼされるレベルのね。3階へつながる階段の封印には迂闊に手を出さない方がいいかも。気になるけどね。本当に一体このギルドハウスには何が封じられているのかしら。得体の知れないもんが頭上に潜んでるのにのんきに日常生活なんか送れないわよ。3階日を改めてちゃんと調べてみたいわ。もちろんその際にはカリンの許可を取るから。このギルドハウス結構居心地がいいし、別にルール違反して追い出されたいわけじゃないから。ではギルドハウスの2階にお連れします。ついてきてください。声を設置できるってことか。
私はこれからもあなた様と特別な2周年です。育成に必要なアイテムが獲得できるクエストです。4が解放された。主様のために強くなりますよ。いつか特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。諸君、ご飯にするです。お風呂にするです。それともわたし、はあ、恥ずかしいです。条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。
に行くです。くの一クークです。習った通りです。結婚に立つです。私だって切り開くぞ。みんなのお姉ちゃんだよ。もっとどうもやるぞ相棒。新規天皇超人劇なんかドルメエキスプロージョン。うん、とりあえずここからはここまでかな。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。将軍、ご飯にす。主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。ここまでしときましょう。いつか将軍と共に天下統一するです。それが理論の
お、ドエムが。本当は分かっているんです。クーカが正義の魔法少女なんてやれるわけがありません。クーカには闇のドエムがお似合いですよね。クーカならできるですか？どうしてそう思うのですか、ドエスさん。優しいから…クーカが…そんな風におだててどうする気ですか。クーカがおだてられるのは…ダメです。嬉しくて…闇の力が漏れちゃいます。
つか将軍と共に天下統一するです。それが二郎の夢なのです。ということで、ここまでになります。よろしければ、チャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。